えっと、僕バンドでよく遠征とかであの打ち上げで怖い話をしようっていう流れになって、まあ、いろんなやつと喋るんですけど、まあ、僕実体験がいくつかあるんですけど、まあ、僕の実体験なんてもう本当に20円ぐらいの価値しかなくてでそれを渡すことによってあの100万ぐらいもらえる感じの怖い話があってその中の一つなんですけど僕の、えー、と千葉県の。 柏市であるライブハウスでちょっと知り合ったバンドマンの子がアプリの制作の会社で働いてましてで、脱出ゲームをなんか作るっていうのがメインである会社らしくてで、そこでいろいろシステム組んでクライアントと話してっていう役割とプラス最終的にバグチェックとかをなんかしてまあ納品するとこまで持っていくっていうのが彼の仕事なんですよ、うん。で そのバグチェックを頼んでるバイトが3名いましてであるアプリを作ってる時に1人がいなくなったんですよ。で連絡がつかなくなった「あこいつ完全に飛んだな」っつって「何してくれてんねん」ってなって何回電話してもまあちょっと繋がらないですってなってで一旦ちょっともう納期も間に合わないんであの。<laughs> 俺バグチェックやるわってなって家にまあ持ち帰って、まあ、あの自分の家でまあ普通にそのアプリのバグチェックをバグチェックっていうのはこのなんか不具合とかをそうです、ね、実際にそのプレイしてみてとか操作してみてみみチェックするみたいな、まあ、例えばあのタンス開けようと思ってそこタップしたらちゃんと開いてあのまあそこにあるはずのなんかメッセージとかも見れるうゲ,ームゲームみたいな。ゲームのタンスを 開くいな感じですよ、ね、なんか開き方とかが問題ないかとかっていう感じのなんかバグチェックをするってなってでよく最近あるのが、まあ、僕も脱出ゲーム好きでよくやるんですけどあのテレビが部屋の中にあってでそのテレビに他のアプリの広告が流れてるみたいなやつがあるんですけどへ<ー>そのね中に。 全然入れた覚えのない、まあ、システム組んでるのも自分なんであの何が入ってるか分かってるんですけど、うん、全然知らない心霊アプリっていう、あのー、広告が出てきてたらしくて<う>でまあ消すんですよ。 組み上げてるやつがいるんででそいつのいたずらかなっていうもうなんか嫌がらせみたいなのがあるらしいんですよでまあ自分でまた消したやつをクライアントに見せてで OK ですってなってるんですけどなんかまたやろうとしたらその心霊アプリが出てきてるんですってで、まあ、最終チェックの日にもう落としたれと思って1回これどこの会社のやつなんやろうと思ってでうん、うん、自分の携帯にインストールしたんですって、うん、でまあこれ あとは持って行ってて行消したやつをそのままノーフィンしたらあのちゃちゃが入らないんでまあケ、OK、ーやっていう感じででそれがね開いてみるとカメラの画面になるんですよカメラ撮る時の画面がその心霊アプリを開いた時にでカメラのアプリなんやと思ってバーって見てたらあの AR であの部屋の中に幽霊いますよみたいな。 感じになってるんですよ画面の中にだけそのゾンビが出てくるみたいなあ,<ー>あの,あのポケモン GO のあの,あの感じですね <laughs> あのモンスター探す時みたいなあの感じで出てくるのでまあ、ゾンビとかあのー、白装束の女の人とかが出てくるんですけどあ<ー>わあこれようできてんなと思ってその時まだ AR がそんなに浸透してなかったんですようん、うん、でなんかそれをとりあえずまあすごいなど,どこが作ってんだろうなと思ってもそれはちょっとなんか見れなかったそうで、うん、でまあ納品 終わりましたあのそのクライアント側からあの「なんか変なアプリ広告入ってんねんけどこれ何なん?」って言われて自分は会社に出社して消したやつを納品したんですけどまた入ってるそうなんですよ。で中のソース見ても完全に消えてるんですって。 入ってもうてるってなってえ何、ー、な,なんでしょうねとちょっと消し方がわからないってなってえじゃあこれその全体のシステムのバグになってたら1から全部組み直しなんですよ<ー>でこれはやばいってなって絶対納期が間に合わないって話になってでその。 アプリをまあ発注したクライアント側に一応その広告もあの何種類かランダムに流れてくる中に出てくるんでまあ,まあ分からんけどもこのままリリースしようかみたいな話になったそうなんですねであと1日だけじゃちょっと待ってもらっていいですかって言って持って帰って中のやつを全部あの書いてあるソースのやつとかもチェックしてなんか不具合ないか見たんですってで一応これかなみたいなやつはやっぱ出てきたらそうででそれを 消したんですよで消して自分のやつにもう一回インストールアプリを自分の携帯にインストール仮でしてでそれをまた開いてやってみたら「あ大丈夫や消えてるわいけてるわ」と思って安心してでよーしよかったと思って自分の部屋でこう時計見たらまあ夜中の2時3時みたいな感じになっててまあ寝なあかんけどもちょっとすぐ。 仕事終わって寝れなないいじゃないですか体的にはなんかまあちょっとその心霊アプリを開いて自分の部屋の中におるかなと思ってこうおったらおもろいじゃないですかでその写メ写メを撮って送る機能もあるみたいな感じでんでなんかそのわって調べてたら自分のデスクがあって、えー、とそれの真後ろがキッチンなんですよ。うん、でダイニングテーブルがあって でパッて後ろ振り向いて椅子ぐるーっと回ってなんかキッチンの方を見たら戸棚がね開いたんですってその画面の中,で,で,画面の中で,で画面の中で起きるのってでも今ホッとしたでしょホッとしたんですけど画面の中で起きるのってこういう空間の中にその幽霊がいるってだけなんで物理的に何かが動いちゃうおかしいんですよ。そそうですよねあか でそれがギーッと音立てて開き始めてえっ<え>おかしいおかしいちょっとどういうことやと思ってパッてこう見たら開いてないんですか携帯を携帯を外して肉眼で見たらいうことですねね見たら遠棚も開いてなくて、うん、あっオッケーオッケーと思ってパッて見たらまたちょっと開いていってるんですえっ、ね、ど,どういう仕掛けってなるじゃないですか 完全に開ききるまでもうちょっと目が離せなくなっちゃってなんか固まっちゃって、うん、で見たらそのバーって開いたところに戸棚結構大きい戸棚なんですけど中に体が顔がまっすぐ向いてるんですけど、ね、の,のの字型に曲がった人間が中に入ってたそうででのの,のの字型こうグーって体が曲がりきってるんですって。<わ>でもうでその 男が何かをずっっと喋ってるんですってで青白い顔の男の人がずっとそれを喋ってるので手をこうちょっと出して出てこようとしてるで出てこようとしてて完全にできってその画面の中で落ちたんですよで落ちた時にドーンと落音がしたんですよ部屋の中にで音するのもおかしいってなってでフレームアウトしたんですよね要するにその画面の中から画面の中からフレームアウトしてえ どういうことどういういことってなってパッて見たら「いるんです」って、えー、だんだんこうダイニングテーブルから立ち上がってこう出てきてるんですよ <laughs> で,で体のの字やったんでこうだんだんこう普通の状態になっていってるように起きてくるみたいな感じになって「<laughs> え何何何?」ってなってでなんかわからないですけどそいつも頭おかしになってもうてもう一回アプリの中に入れるみたいな感じじゃないですけどこう画面をかざしたんですよかざしたらいないんですってでもまた外したら「いるんですよ」 で、でで、何回やっってても戻ってくれないんですよでだんだんこっちに近寄ってきてもう訳分からんからって携帯をもうバーンって投げつけたところで記憶がバーンって消えちゃってで目覚めて昨日のことは完全に覚えてるんで大丈夫かなってなって体とか触ってで台所ちょっと携帯投げたのちょっと怖いですけど。 戸棚は空いてるんですすっててんで空いてんででいるそうなんですよでもうそこに近寄って行って中見たら流しにあの洗い物入れる桶があって、はい、そこに水溜めてたらしくてそこに携帯が入ってもうショートして完全に壊れちゃってだから多分そのなんですか出てきた,壊れたから携帯が壊れたからその現象が全て解消されたっていう。 感じで助かったっていうお話でそのアプリ,リリリースされたそうです、えー、あその、えー、お話をしてくれた方が作ったやつですよね、はいはい、あのチェックしたはいだからそのアプリの中の広告にもしかしたら心霊アプリ広告はまだ出てくる可能性があるあるってことですよね <laughs> あるかもしれないで、あの飛んだ バイトののなんですけど3人のうちの子あう、はい、いましたね後々そのバイトに聞いたら他のバイトに聞いたらなんかそいつがずっとその心霊アプリの話してましたわ、はあ、体験してるね <laughs> <laughs> で誰も連絡がまだまだについてないそう <laughs> なんともこの <laughs> お <laughs> これは超現代怪談ですね本当ですねアプリの怪談ですよ いや、ありがとうございました。い